華厳の滝。友人が実際に体験した心霊に関する不思議な話です。友人が行きつけにしているバーはほとんど常連のお客さんしか出入りしないため、その日の来店客もみんな顔見知りな状態でした。その中で女の子の友人たちが先日栃木県の日光の観光地に温泉旅行に行った時の写真を広げて見ていたんです。変なのと言って見せられた写真は、三人の女の子が名所である華厳の滝をバックに、そこの管理人さんに写真を撮ってもらったものでした。変だったのは、三人の女の子の足の部分に、もう一本知らない足が映り込んでいたことでした。靴下や靴の感じもどこか時代遅れで、何か違和感を感じました。結局、その写真はマスターがお祓いに持っていくねと引き取ったそうです。それから数週間して店を訪れた時、どうなったか聞いたところ、すっかり忘れられていた写真が酒瓶の間から出てきました。そして驚いたことに、写真には明らかに滝の部分に以前にはなかった影がうっすらとできていて、しかもそれが顔のように見えて、とても不気味だったそうです。マスターは、滝霊王じゃない?と気にしませんでしたが、とても不気味な雰囲気に彼女は気になったそうです。帰ってから華厳の滝について調べてみると、その滝壺は全国心霊スポットマップや関東心霊スポットのサイトなどで頻繁に取り上げられる有名な心霊スポットだったんだそうです。さすがに三度目に聞いた時に忘れられていたことには呆れてしまいましたが、写真に写っていた女の子の友人も一緒に写真を見返すことになりました。長い間忘れられていた写真の中には、滝の中一面、顔のような模様が浮かび、水はどす黒く濁って映っていました。女の子の友人は霊感があるらしく、この写真は危ないから、私が引き取ってすぐ処分をする、と言って受け取ると、すぐお祓いに持って行ったそうです。お祓いした先では、この写真には自殺をした方の霊が写っていて、あのまま持っていたら危なかったと言われたそうです。三度も心霊写真が変化していく工程を目の当たりにした友人は、さすがに恐怖だったと話していました。やはり自殺をした方の霊だったのでしょうか。関わったすべての人に何事もなくて本当に良かったと思いました。修学旅行での出来事。私が小学校5年生の時、修学旅行で栃木県の日光を訪れました。昼間はもちろん様々な観光名所を訪れて、バスでの移動も楽しかったです。1日目の夕方、宿に到着してみんなで食事をした後は、クラス対抗レクリエーション大会が宿にあった体育館で行われました。クラス対抗のレクリエーションが終わった後、私のクラスだけは体育館に残り、クラスのみんなで薄暗くした体育館の中で怖い話が始まりました。よく耳にする学校の階段や口裂け女の話、霊感の強い子が実際にあった話などを順番に
思いつく限り話をしては、クラス全員で盛り上がっていました。その中で一番耳にした話は、すべてシチュエーションは違うものの、金縛りに関する話が多くて、怖い話が苦手だった私は、このレクリエーション大会が終わった後も、少しこわごわと部屋に戻りました。怖いなぁと思いつつ、友達との部屋でのやりとりや写真撮影などが楽しくて、いつの間にか怖いことなんてすっかり忘れていたんですけど、消灯時間がやってきて、部屋の明かりや宿全体の明かりがほぼすべて消され、私も眠りにつきました。しかし、眠りについてから何時間かすると、なんだか息苦しさを感じて目を覚ましてしまいました。すると、体がずっしりと重たくなり、動かすことができなくなりました。その直後、私たちの部屋のドアがゆっくりと開き、誰かが部屋の中に入ってきたんです。扉の方が見えていたわけではないのですが、この時なんとなく誰かが入ってきたと直感で感じていました。部屋に入ってきた者は、ゆっくりと私が寝ていた二段ベッドの上まで上がってきて、私の顔を覗き込みました。それは女の人の顔でした。どんな顔をしていたとか、服装がどんなだったとか、恐怖のため記憶が曖昧になっています。私の顔を覗き込んだ女は、しばらく私たちの部屋をうろついて、部屋からいなくなりました。その後はいつの間にか眠ってしまっていたようで、朝になっていましたが、私たちの部屋のメンバーはみんな浮かない顔をしていて、話を聞いてみると、全員が金縛りにあって、その女に顔を確認されたようでした。その女がなぜ私たちの部屋に来たのかは不明ですが、これが初めての心霊体験でした。古びた旅館。これは私が高校2年生の時に体験した実話です。その頃私は剣道部に所属しており、その剣道部はよく合宿やら地方に遠征に行ったりなど、とても力を入れていた部活でした。私が高校2年生の夏、栃木県の那須塩原市で合宿がありました。ただ、食事や寝泊まりなどするところは合宿所ではなく、古びた汚い旅館のような場所でした。昔の記憶ですから詳しくは覚えていないんですけど、特に印象に残っているのは、私を含めた四人部屋の部屋の窓際近辺に、やたらと大きな鏡があったことです。鏡を見た瞬間から気持ちが悪いなと思いました。同じ部屋の同期の子たちと、なんか嫌な感じだね。寝るときはバスタオルをかけて寝ようね、と話していました。夜になり、私たちは一通り食事やお風呂を済ませ、布団の敷かれた部屋でゆっくりくつろいでいました。そして練習疲れもあって、いつの間にか全員寝てしまいました。何時だったかは覚えていませんが、私は暑くて目を覚ましました。電気は消えており、足元に置いてある扇風機が消えていたので再度つけました。
ふと右隣を見ると、鏡がこちら側を向いている状態でした。私はバスタオルをかけ忘れてしまったことを思い出しました。なぜかそれだけでゾッとしたことを覚えています。みんな寝ているから電気をつけたら悪いと思って、暗闇に目が慣れてきた頃、急いで近くにあったタオルを鏡にかけ、布団に戻りました。そして横になって、鏡の方向を見ると、女性の足のシルエットが見えるんです。暗闇よりも暗い足のシルエットなので、それがなぜ女性の足だとすぐ判断できたのかはわかりませんが、確かに女性の足でした。隣で寝ている子を起こそうと思っても、体が動かなくて、視線もその女性の足から目が離せなくなっていて、怖くて仕方がありませんでした。気がつくと朝でした。昨晩のことは夢だったのか現実だったのかが全くわかりません。ただ、同期の子にその出来事を話すことも当時の私はしませんでした。唯一救いだと思ったのは、その旅館での宿泊が一泊で済んだということです。今でも時々思い出して、あれは何だったんだろうと思ったりしています。那須にある旅館での出来事。3年ほど前に私の母と私の主人と子供たちで泊まった旅館での話です。家族の予定がなかなか合わなくて直近での予約になってしまいました。予約するときに確認するとまだ空き室もあるような状態で、周りにある旅館はどこも満室だったのに少し変だなとは思いましたが、価格も土曜日とは思えないような安さで、これで朝夕食べ放題なんてすごいなと驚きながらも予約をしました。予約した旅館はいろんなところに点在するグループ旅館でした。その旅館は経営難でグループ会社に売られ、昔見た時とは違う名前で営業されていました。当日3時のチェックインだったんで、それに間に合うように着きました。あまり整備が整っていない駐車場に駐車し、荷物を運びながらフロントに行き、エレベーターで6階まで上がり、部屋まで案内してもらいました。部屋に行くまでに何人かの老人の方々とすれ違いました。私の母は、この旅館は安いから老人会でも使われているのかなと言いました。部屋に着き一息ついてから、浴衣を持ってみんなで浴場に向かいました。主人に40分後くらいに出ることを伝えて、浴場のドアを開けました。私の母と子供がいるのみで、他には誰もいませんでした。私たちは、貸し切りだねと喜んで、ゆっくりと温泉に浸かりました。その後ゆっくり入っていても、誰かが入ってくることはありませんでした。入浴を終えて、自販機で飲み物を買いながら部屋に戻り、夕飯の時間まで寝てしまいました。少ししてから子供たちに起こされ、バイキング会場に向かいました。そこにはたくさんのお年寄りがいて、各々が自分のお皿に
たくさん食べ物を詰めていました。やっぱり入浴には体力も使うから、みんな夕飯を食べてから就寝する前に入浴をするのかなと、ぼんやり考えたことを覚えています。お腹がいっぱいになった私たちは、また部屋に戻り、子供たちはゲームを始めて、主人と母と私は、部屋に備えてある小さなテレビを見てゆっくりしていました。そうこうしているうちに子供たちは眠ってしまい、主人は子供たちがいるので残って待っていると言ってくれたので、その言葉に甘えて私と母は寝る前にもう一回入浴してくることにしました。もう遅い時間になっていたので、誰もいないかもね、と話しながら浴場に向かいました。脱衣所は案の定ガラガラで、誰もいない様子で、浴場を覗いてみると、やはり誰もいませんでした。入浴していると、昼間とは打って変わって、周りは真っ暗で、なんとなく気味悪さを感じました。それまでいろいろと話していた母も、少しずつ口数も減っていったように感じます。そのうち私たちは無言になってしまいました。時計を見ると、もう深夜1時を過ぎる頃でした。結構な時間入っていたから、そろそろ出ようかと話して、私たちはそそくさと、身支度を整えて部屋に向かいました。部屋に向かう途中のエレベーターで、先に母が入って私が閉じるボタンを押しました。しかしいくらボタンを押しても何度も途中で開いてしまうのです。それはまるで目に見えない何かがそこにいて、ドアに挟まっているかのようでした。何度も何度も閉じるボタンを押し、もし次も開いてしまったら、もう6階まで階段で行こうと母に話したとき、やっとエレベーターの扉が閉まりました。私たちは何とも言えない冷や汗をかきながら部屋まで戻りました。主人は携帯をいじっており、まだ起きていたようで、こういうことがあったんだよ、と私は母と一緒に主人に話しました。すると主人は、そういえば1時過ぎ、救急車のサイレンの音が聞こえたよ、というのです。ますます私たちは怖くなりました。でも、浴場からここに戻ってくるまでに、私たちは誰にも遭遇していません。なんだか気味が悪くなって、布団をかぶって寝てしまいました。次の朝、朝食のバイキング会場に向かうと、男性側の浴場は清掃中で入れませんと書いてありました。母と私は、浴場で男性が体調を崩して、救急車で運ばれるも亡くなってしまい、でも男性は亡くなったことに気がつかずに、部屋に戻ろうとエレベーターに乗ろうとしたのではないかと考えずにはいられませんでした。そんな出来事があってからは、安い旅館や人気のないところには行かなくなりました。深夜の入浴も一切やめました。たたり。現在、30代後半の主婦です。ずいぶん前になるのですが、
小学校の修学旅行絡みで少し不思議な、というか、怖い体験をしたことがあります。関東在住だったのですが、修学旅行の行き先はもちろん日光。クラスメートたちは旅行を楽しみにしていて、下調べなどには張り切っていたんですけど、その興味の中心となっていたのは、有名な心霊スポットである華厳の滝でした。当時はもちろんネットなどはありませんでしたが、先輩たちから伝えられた伝統的な心霊にまつわる噂があって、またこの頃の心霊写真ブームも大いに手伝って、誰もが華厳の滝では写真を撮りまくって、ぜひ渾身の一枚をゲットしよう、という興奮に燃えていたんです。この不謹慎な話に気がついた先生たちは眉を潜め、名所継承地では、節度を持って行動するように、という注意も与えられましたが、私たちは何のそのです。実際に旅行当日となって、興奮のうちに怒涛のスケジュールが過ぎていきました。華厳の滝では、その美しさに目を見張るのではなく、ひたすらインスタントカメラのフラッシュが光っていたんです。さて、この旅行も終わって、次第に写真の現像ができたよ、と友達同士でスナップ写真のやりとりが始まった頃、C 組の〇〇が撮った写真に、すごい怖い顔が写っていたんだって、そんな話が聞こえてきました。その写真は、学内でいろんな人の手に渡っているらしく、実際に見たという子は、本当に気持ちが悪いと言うし、また聞きで、どんどん尾ひれもついていったようです。その後ふと授業中に、滝のたたりだというふうに、怒声を上げる子が現れて、一時的にクラスの中がパニック状態になり、その喧騒の中で失神してしまう女の子が何人か出たことから、学校側も問題視して、校内に写真の持ち込みを一切禁止する処置を出したのです。私自身はその写真を見せてもらったことはなく、また聞き状態に過ぎないのですが、なんというか、華厳の滝が持つ心霊スポットとしての影響力の強さをまざまざと感じて怖くなった次第です。映ったもの。私の友人の S 君が所属している某テレビ番組制作会社。ここのカメラマンの A さんとその S 君の話である。数年前の夏のこと、栃木県内にある有名な滝へロケーションに行った。カメラマンの A さん、彼は常日頃から心霊だの、超常現象だのに非常に興味を持っていた。彼はカメラを滝に向けたとき、ここは自殺の名所。心霊写真が写ると有名な場所だと気がついた。もしそういうことが本当だったら、これに写れ、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 とビデオカメラのファインダーを覗き込みながら、A さんはずっと心の中で念じ続けたのだ。次の日都内のスタジオで A さんと S 君はビデオテープをチェックしていた。例の滝を映した何十秒かのショットを再生した時だ。カメラが回って数十秒後、どんどんと落下する滝の水の上に渦が出来出した。その渦が周りの水や水しぶき、それに当日はなかった
白い霧のようなものをどんどん巻き込んで、みるみるうちに大きくなっていく。やがてその渦の中に、一つ、二つ、三つと、もやもやとした人の顔が見え出した。その滝の渦の中に、いろいろな顔が、どこからともなく集まっては増えていく。男、女、若いの、年配らしき顔。何十という顔が結集したかと思うと、渦全体が一つの大きな顔になった。うわ、なんだこれは。その叫び声に何事かと集まったスタッフたちも、それを見て我が目を疑った。至急、テレビ局のチーフプロデューサーに来てもらった。ところが、これを見たプロデューサーは、あまりに壮絶な映像に、これは誰にも見せてはいけない、そう判断して、そのビデオテープは処分したという。日光白根山の菅沼ルート。3月、冬の日光白根山に、菅沼ルートから単独で登った時の話。その年は積雪量が多くて、2メートルくらい積もってクラストし、よく閉まった冬の道に、昨日わずかに降った新雪が2、3センチ積もった状態。風はほとんど止んで、気温はマイナス12度の快晴。午後の日差しで雪が緩み、雪崩の危険が高まる前に下山したかったんで、深夜2時にヘッドランプをつけて完全冬山装備で登り始めた。ギュッギュッと新雪を踏みしめる音と、クラストした雪にカチッと食い込むアイゼンの感触を楽しみながら、順調に歩を進めていると。やがて前方に、先行する登山者のヘッドランプの明かりが見えた。冬の道ならではの谷間の緩い傾斜で、100メートルくらい先をゆらゆらと登っている。しばらく先行者の後を追う形で、見え隠れするランプの、かすかな明かりを確認しながら登っていたのだが、見長い池手前の急斜面に差し掛かったところで、奇妙なことに気がついた。こちらが、歩を早めても緩めても、その差は開きも縮まりもせず、常に一定の距離を保っている。満天の星空だったが、新月で月明かりはなく、自分の二重ルーメンのランプでは、先行者の様子はわからなかった。試しに、おーいと声をかけてみても、何の返事もなく、ランプの光点だけが、ゆらゆらと揺れている。何かおかしい。登りながら、ずっと感じていた漠然とした不安が、確信に変わっていったのは、新雪の上にあるはずの先行者のトレースが全くついていないことに気がついたとき。振り返ると、自分の足跡とピッケルの跡だけがくっきりと残っている。ゾクッとした。考えてみれば、この冬の道は他のルートからの合流などはなく、駐車場にも自分の車しかなかったはず。これはまずいな。状況を理解すると、次は本能的な恐怖がこみ上げてきて、俺は慌てて来た道を引き返し始めた。ずっと後ろを振り返らず、
一心不乱に下山して、やっと車まで引き返したところで、登山口に目をやると。ずっと後方であの明かりがゆらゆらと揺れながら、こちらに向かって近づいてくるのが見えた。車を沼田市街に向けて、途中のコンビニの駐車場で夜明けを待ったが、結局その日は再度トライする気にはなれずに家に帰った。小豆洗い。鬼太郎などで有名な小豆洗いだが、俺の地元の栃木北部の農村にも、ずいぶん昔から目撃例がある。コミカルなイメージの妖怪だが、こちらはシャレにならないくらい恐れられている。地元民が釣りや川遊びで賑わうスポットだが、ある一角の河川敷は、絶対に立ち寄るなと、ひいじいさんやじいさん、親父からも教わった。あずき洗いが川沿いに現れて、音に誘い出された人間を川に落として死なせるという噂。実際、当時中学生だった俺の親父と同級生たちは、じゃりじゃり、じゃりじゃりという音を聞いて、恐れおののいたという。静止を振り切って二人の少年が、妖怪を一目見ようと、音のなる方へ駆け寄った。結果、一人は川に流され、行方不明。おそらく滝壺まで落ちたのではないか。生き残ったもう一人によれば、音が鳴る場所にたどり着くと、背丈の小さな四人の老人が、笑いながら桶に入った何かをかき混ぜていたという。少年に気がつくと、四人が揃って、こちらを振り向いて睨んだという。その瞬間、金縛りにあったかのように、体が動かなくなって混沌し、頭をぶつけて気を失ったという。もう一人の少年については不明で、気を失う前にバシャンという音を聞いたとの証言から、川に落ちたと推測され、随分長いこと捜索されたが、結局発見されず、滝壺まで流された、と結論付けられた。当時の学校から自治体まで、厳戒態勢でその場への立ち入りをきつく禁じて、その後は不幸は起きていない。一度某大学の民族学の助教授が研究で視察に来たことがある。結局、流れの強い河川敷の一角で足を取られて流されやすい。それにその場所は通常の流れとは微妙に異なり、その区域の川の音が違う何かとご認識しやすいのではないか、という結論だった。しかし、小豆洗いの伝承は、地元では随分昔から言い伝えられたものであり、その四人の老人の目撃談は、強烈なインパクトを残し、今でも恐れられている。俺は結局、小豆を洗う音を聞くことはなかったが、俺の同級生や今の小学生に至るまで、音を聞いたという話は後を絶たない。いつか真相を知りたいとは思うが、恐ろしくて、その河川敷には近づきたくはない。鈴の音が鳴り響く学校。この話は、私が小学校4年生の時、実際に体験したことです。私が通っていた宇都宮市の小学校は、
創立100年の長い歴史があって、とてものどかな田園風景の中にありました。あれは、小学校4年生の時の出来事。クラスの誰かが、女子トイレの一番奥の個室の水を流すと、鈴の音が鳴り響く、気持ちが悪い、と言い出して、最初のうちは何かの聞き間違いだろうと思って、特に気にも留めていませんでした。ところがその噂、だんだん全校に広まっていきました。やがて、先生方の耳にも入って、ホームルームの時間に、幽霊などというものは、この世には存在しません。今後二度と、そのような話はしないように、と、クラス全員に注意喚起をした後、実際に先生が女子トイレに入って、噂の一番奥の個室で、皆が見ている前で水を流しました。その時は、鈴の音は全くしませんでした。それで、ほらね、幽霊なんかいなかったでしょ?という話で終了。私も最初からそんな噂は信じてはいませんでしたが、ある時友達三人と面白半分に、本当かどうか試してみようという話になりました。皆が下校した後、三人で女子トイレに行ってみました。そして一人の子が一番奥の個室の水を流しました。すると、ものすごく大きな鈴の音が、トイレ中に鳴り響いたんです。神社にある大きな鈴のような感じでした。私たちは、キャーッと悲鳴を上げて、一目散に学校から飛び出しました。母にこの話を聞いても、笑って聞いてくれませんでしたけど、祖母は真面目に話をしてくれました。あの学校ができる前、あそこにはたくさんのお地蔵様があったんだよ。だけどね、あの学校を作るために、全部埋められてしまったんだよ。きっと怒っているんだろうね。あれから、祈祷師さんがお祓いをしたと聞いています。今はもう、鈴の音の話は聞いたことはありません。濡れたセーター。 A さんという女性の体験談である。10年ほど前の出来事だそうだ。ある朝彼女は家中をドタバタと走り回っていた。前の晩に自転車の鍵をどこかに置きっぱなしにしちゃったんです。自身の部屋、今、トイレ、脱衣かごの中、懸命の捜索にもかかわらず、鍵はどこにも見当たらない。まずいなぁ。もう一度、全部の部屋を確かめよう、と、焦りながら仏間に駆け込むなり、A さんはその場に固まってしまった。部屋の隅に置かれた衣装ダンス。その一番下の引き出しがじっとりと濡れて黒々と変色していたのである。タンスを伝わったのか、畳の上にも拳大の水たまりが広がっている。雨漏りかしらと天井を眺めたが、水が滴ったような形跡はどこにも見つけられなかった。どういうことだろう。先ほどまでの焦燥感も忘れて、彼女はタンスに近づいた。恐る恐る
黒ずんだ引き出しを開けると、長らく母が愛用している薄緑色のセーターがぐっしょりと水を吸っている。理由はわからないが、このまま放置しておくわけにもいかない。彼女はずっしりと重たいセーターを持ったまま、台所の母に声をかけたのだという。なに？どうしたの？鍵は見つか…小言じみたセリフは途中で止まってしまった。セーターを目にするなり、母は、あっと叫んで、その場に泣き崩れた。よしこが死んだ。よしこが死んだ。母が連呼している、よしことは母の妹。すなわち、A さんのおばさんである。双子かと思われるほどに、顔も性格も似た姉妹で、現に栃木の実家に帰る際も、わざわざお互いの予定をすり合わせ、合流するほど仲のいい二人だった。しかし、A さんはすべてが消せなかった。なぜ母は、狼狽しているのか。どうしておばの名を呼んでいるのか。あまつさえ、おばが死んだと泣きわめいているのか。そしてセーターが、どうしてこんなに濡れているのか。お母さん、どうしたのよ。娘の問いに、母がしゃくり上げながら答えた。このセーターはね、よしこが買った福袋に入っていたの。私は緑は着ないからって、お母さんにくれたの。それが濡れているんだもの。あの子はきっと死んだのよ。説明を受けてなお、A さんは戸惑っていた。セーターが濡れているから、おばが死んだという理屈が全く理解できない。母はおかしくなってしまったのではないか。セーターを濡らしたのも、他ならぬ母の仕業ではないのか。こういう時は警察？いや、救急車。あ、その前に、お父さんの会社に電話かな。洗濯を迷いながら、廊下の電話に視線を移した瞬間、見つめていた電話が、けたたましくなった。かけてきたのは、おばちゃんの旦那さんでした。ええ、そうなんです。おばちゃん本当に死んでいたんです。急性心不全だったそうです。だが、通夜の段になっても、A さんの中では、懐疑心がくすぶっていた。常識的に考えてありえない。服が濡れただけで人が死んでしまうのなら、洗濯さえもままならないではないか。もしかして、お母さんが関係しているのか。遺産相続とか。葬儀場を退去する参列者に頭を下げる母の一挙一動をつい観察してしまう。そんな最中だった。大変だったね。老人と呼んでも差し支えない年配のご婦人が、母のもとへ涙ぐみながら駆け寄ってきた。母が、おばちゃん、とおえつを漏らしながら婦人と抱き合う。どうやらこのご婦人は、母にとって叔母にあたる人物のようだ。そういえば何年か前、本家の集まりで一遍会ったっけ。お母さんにとって叔母さんということは、私にとっては、のんき極まる考察は、大叔母が次の言葉を口にした瞬間、かき消されてしまった。
たまげたでしょう。そのうち慣れるから。私のおばあちゃんも母親も、みんな死んだ時は、服が腐ったもんだわ。え？今回だけではないのか？母の一族は、亡くなると必ず服が濡れるのか？絶句している娘に気がついた母が、ゆっくりとうなずいてから口を開いた。女だけよ。だからあんたも、お母さんが死んだ時は、どうか察してね。それから10年。現在 A さんは、西日本の都市で暮らしている。家を離れる際、母からは愛用していたスカートを譲り受けた。今のところは健康なんで、心配はしていませんけど、いつの日か、あのスカートが濡れているのも見ちゃうんでしょうね。とうに覚悟はしているものの、スカートをしまった押し入れを開ける瞬間は、今でも少し緊張するそうだ。着物姿の女性。インターネットで予約をした栃木県の C という温泉ホテルは、料金の割にとても豪華な建物でした。到着した時は、これだったら2泊してもいいかなと、そんな気持ちにさせられました。しかし玄関を入ると、何か重苦しい雰囲気が漂っていたんです。中井さんなどの従業員も、なんとなく、覇気がない感じでした。それでも、温泉や夕食は、文句のつけようがありませんでした。午前中から観光スポットを回っていた私たちは、午後11時を回った頃には、布団に入っていました。しかし、二人とも疲れているはずなのに、なかなか寝つけなかったんです。なんだか嫌な予感がする。そう思いながらも、いつしか眠りにつきました。それからどのくらい経ったでしょうか。目を覚ました私の体は全く動きませんでした。金縛りです。一緒に来ていた友達に助けを求めようにも、声が出せないんです。目だけで横を見ると、彼女は軽い寝息を立てて気持ちよさそうに寝ています。その時です。人の気配を感じて、部屋の隅に置いてあった鏡台に視線をやると、そこには着物姿の女性がいました。恨めしそうな表情を浮かべて、鏡の中の自分に、何か話しかけているのです。怖いのに声は出ず、おまけに目も動かせなくなっていました。要するに、嫌でも彼女のことを見なければいけない状況になっていたんです。勘弁してよ。そう思ったとき、彼女と目が合ってしまい、うわ、と思った瞬間、私は気を失ってしまいました。友達には何も話していないので、そんなことがあったとも知らず、そのホテルを気に入ったようで、また行こうよ、とずっと誘ってくるんですけど、さすがに私は恐ろしすぎて行くことができず、ずっと断っています。兵隊さんからの伝言。
これは、私の知人の幼い頃の体験談です。彼は、栃木県の某市に生まれました。昭和30年代といえば、まだ大東亜戦争の記憶も色濃く、豊かとは言えない時代でした。それでもみんな、一生懸命生きていました。彼の家は、両親に兄弟5人の大家族。小さい借家でしたが、賑やかで楽しい家庭でした。隣の家には、母方の祖母が住んでいました。彼はとてもおばあちゃん子で、毎日のようにおばあちゃんの家に上がり込んでいました。ある晩のことです。地鳴りがして、徐々に揺れを感じました。地震です。結構揺れた記憶があります。幸いなことに被害はありませんでした。すると、玄関をノックする音がしました。おばあちゃんが心配して見に来たのかなと思って、彼はいち早く玄関に行きました。ドアを開けると、見知らぬ軍服を着た若い青年が立っていました。どちら様ですか?と彼が尋ねると、軍人さんはにっこりと笑って、お母さんも頼むな。そう言って、ふっと消えたのです。びっくりして、玄関の外を見回しましたが、誰もいません。夢でも見たのかな?しかし、確かにそこに軍人さんがいたのを見た。急に怖くなって、彼は家族のいる居間に戻って、今見た出来事を話しました。しかし、誰も信じてはくれませんでした。その日から何日かして、おばあちゃんの家に上がり込んで遊んでいました。その日おばあちゃんは、昔の写真を整理していました。ふと、一人の青年の写真に目が止まりました。あの時の軍人さんだ。彼はとっさにおばあちゃんにこの間会った話をしました。おばあちゃんの旦那さん、つまり彼のおじいちゃんにあたりますが、23歳の時徴兵され出兵していました。おじいちゃんはその戦争で敵に撃たれて戦死しています。幼い娘と身重の妻を残して。幼い娘とは彼のお母さんのことです。お母さんを頼むな。あの言葉は、幼かった娘を残して戦死した父親としての最後の願いの言葉だったのでしょうか。とても不思議な体験だったと彼は言っていました。華厳の滝丸に。これは昨年の忘年会の時、会社の女性の事務員の M さんから聞いた話。M さんは9月の末、学生時代の友達と東京ディズニーランドに旅行に行って、その後は宮城県のプロ野球の楽天の試合を見に行くというちょっと長い旅行でした。道中、栃木県に寄って温泉宿に行くまでにグルメや足尾銅山などに行きました。友達の S さんが華厳の滝を見たいと言ったんで、M さんはカーナビを設定してそこに向かいました。到着したのは午後3時過ぎでした。駐車場に車を置いて、この日は朝から小雨でしたが、景色も非常に良く、意外に暖かかったそうです。
人もそれなりにいて、エムさんたちは時間を忘れて、華厳の滝の美しさや、周りの自然や風景を見て楽しみました。いろいろとスマホやデジカメで写真を撮ったりしているうちに、時間が17時を過ぎたそうです。温泉宿に少し遅くなると、M さんは電話をしようとしました。ですが、電波がつながりません。県外なのかなと思って、スマホの画面を見ると、そうではありませんでした。変だな、と M さんは感じたそうです。それと、一つの異変に気がつきました。明るく元気で、常に話をする S さんが、顔色が真っ白で、青ざめていたのです。M さんは、どうしたの？具合が悪いの？と聞くと、S さんは大丈夫と返しました。でも冴えない表情と、何かに怯えている感じが気になっていたそうです。あたりは少しずつ暗くなっていきました。駐車場に戻るときに、スマホで温泉宿に連絡ができて、M さんはほっとしました。車に乗ってエンジンにキーを入れました。すると最初はかかりましたが、いきなり止まってしまいました。え？と M さんは驚きました。キーを回してもエンジンはかかりません。ロードサービスを呼ぼうかと考えた時でした。突然、つけていないはずの車のライトが点灯しました。M さんはスイッチを全く入れていません。しかも、ルームランプもついたり消えたりしました。何か変だなと思ったとき、ふとミラーを見ました。何か白い霞のようなものがリアガラスに見えました。そこには、おばあさんのような顔の表情の輪郭があったそうです。笑ってる。M さんは、背筋に寒気を覚えました。S ちゃん、どうしよう、と言ったとき、運転席のドアガラスが軽く叩かれました。見ると中年男性の方で、どうしたん？車動かんの？と声をかけてくれたそうです。M さんは男性に見てもらって、バッテリーをケーブルで繋いでもらい、復旧することができました。お礼を言って、その場を去りました。車は正常に動いて、ライトもしっかりついて、走行できました。M さんが見た白いおばあさんの顔も消えていました。M さんは温泉宿に向かう最中にガソリンスタンドで給油してバッテリーを見てもらいました。実は M さんの車、3ヶ月前の夏に新車で購入したばかりでした。スタンドのスタッフさんも、別に異常ありませんよ。滝の付近の寒さも影響したんですかね、と言われました。小雨は降っていましたが、決して寒くはありませんでした。数十分後、宿に到着。M さんは S さんとお風呂に入って食事しました。S さんはだいぶ明るくなって元気になっていました。お酒と食事、それを楽しんでいると、突然 S さんが話しかけてきました。ねえ M さん、あの滝に行って変なことなかった？と。M さんは S さんにどうしたのかと聞くと、
S さんは無言で、スマホの写真一覧を M さんに見せました。数十枚、華厳の滝の景色や M さんとの写真がありました。その中で数枚でした。景色や他の観光客の方に撮ってもらった二人の写真の後ろに、うっすらと白い霞がありました。それが人の顔に見えました。滝の付近の写真には、若い女性の首だけが森の中からニュッと出ていて、無表情で不気味でした。これを見つけて、S さんは気分が悪くなっていたそうです。あと車止まった時、後ろに何か見なかった？と、S さんは聞いてきました。M さんは、ミラーでおばあさんの顔らしきものを見たと、素直に話したそうです。やっぱり、あの時私、助手席でサイドのミラーを見た時、後ろでニヤニヤ笑っているおばあさんを見たの。白い服着てた。と聞いて、M さんは絶句しました。二人ともしばらく黙り込んで、食事を止めたそうです。M さんのスマホやデジカメには、そんな画像はなかったのですが、S さんに映ったものは、すぐ削除したそうです。翌朝、車で宮城に向かう際に、小さな神社でお参りをしたり、地元に帰ってきた二人は、二人でお祓いもしてもらったそうです。M さんが見たのは、滝にいた幽霊だったのでしょうか。マキ。俺、物心ついた時から、マキがどうしてもダメだったんです。あの、木を割った棒切れが。どうダメだったかというと、例えばドラマでマキが出てくると、ものすごい嫌悪感というか、吐きそうになって。リアルで見ることはほとんどないから、実害は少ないんだけど、アニメとかドラマで巻きが出てくると気持ちが悪くなってすぐにチャンネルを変える。この状態がかれこれ20年以上。でもなんで巻きがダメなのか自分でもその理由がわからないんです。気がつけば巻きを嫌悪していて、そういうのって気持ち悪いでしょ。だから何度も親と兄さんに聞きましたよ。俺が巻きを嫌悪する理由知らない？俺が小さい時何かあった？って。でまあ予想通りというか、親も兄さんも知らないって。それでも食い下がるとしつこいぞって怒られてしまう。でもね、雰囲気でわかるんですよ。親も兄さんも、絶対何か知っているって。俺ももう31歳だから、ちょっとやそっとのことでは動じないし、耐える自信もあって。だから機会があるたび聞くんですよ。でも相変わらず、知らないの一点張りで。ああ、俺はこのまま、わけもわからず、薪を剣をして生きていくんだなって思っていたんです。その、薪を剣をしていた理由が、実はわかってしまったんです。3日前のことです。話は今から、1週間ほど前に遡ります。居酒屋で、
友達と飲んでいた時のこと。たまたまその友達の知り合いがやってきて、一緒には飲まなかったんだけど名刺をもらった。その人、精神科の先生で、人柄も良さそうだったから、後で聞いてほしい話がありますってお願いして、二日後連絡を取ったんです。聞いてほしい話っていうのは、もちろん薪のこと。なるべく細かく説明して、もう20年以上も続いているんですけど、精神的な理由なんでしょうかって。そして先生が言うには、おそらくそうでしょうね、と。なんとかして思い出すことはできませんか?と尋ねると。誘導催眠ならできる可能性がありますけど、覚悟が必要な場合も多いですよ。とのこと。催眠についてちょっと補足です。心理学を専攻した人は、催眠を術とは呼ばず、誘導催眠とか、ヒプノセラピーと呼ぶらしいです。科学的に説明ができるものなので、術ではないと。その先生、N さんと呼びます。N さんも一通り誘導催眠について学んだそうで、もしどうしても思い出したいなら、成功云々は置いておいて、プライベートでやってみてもいいですよ、と。そんなわけで3日前、N さんの仕事が終わった後、自宅にお邪魔して、静かな部屋で誘導催眠をやってもらいました。N さん曰く、浅い催眠状態の時は、自分の話した言葉をちゃんと覚えているけど、俺の場合は、対抗催眠に誘導しなければならず、対抗催眠は深い催眠状態になるので、記憶が飛ぶことがある。なので、一部始終をテープで録音しますね、と。そして俺は、誘導催眠を受けて、いろいろ話しました。時間にすると3時間。ただ、N さんが言う通り、対抗催眠が始まってからは、ほとんど何を話したか覚えていないんですよ。なので、催眠が解けた後。理由は分かったんでしょうか?と、N さんに聞いてみました。N さん、すごく悲しそうな顔して。ええ、と。その顔に不安を覚えながらも。テープいただいてもいいですか?って聞くと。ええ、もちろんいいですよ。ただね、精神科医の立場から言わせてもらうと、これは思い出さなくてもいい部類の話なんだと思います。僕たちの仕事は患者さんの心の病を取り除くことであって、心の闇を突きつけることではないですから、と。それでも知りたいですか?との問いかけに、少し考えた後、はい、と答えてテープをもらいました。以下、対抗催眠が始まってからのやりとりです。テープを聞きながらなので、ほぼ原文で書けます。15歳〇〇くん、あなたは、薪が嫌いですか?はい、嫌いです。10歳〇〇くん、君は、薪が嫌いかな?嫌いです。
7歳。〇〇くん、君は薪が嫌いかな？嫌いです。6歳。〇〇くん、君は薪が嫌いかな？嫌いです。5歳。〇〇くん、君は薪が嫌いかな？嫌いじゃないです。6歳に戻る。〇〇くん、君は薪が嫌いなんだよね。どうして嫌いになったのかな？その理由をお兄さんに教えてくれないかな？やだ。どうしてかな？怖いから。大丈夫だよ。お兄さんがそばにいるから。ね。怖くないよ。話してごらん。20秒弱の沈黙。あのね。6歳の俺が語ったことで、すべて思い出しました。ことの顛末をここに記します。俺の実家は栃木の田舎なんです。家は日本昔話に出てくるような純和風の家で、家もでかけりゃ土地も広い。俺がまだ幼かった頃、俺は母さんの手伝いをよくしていました。風呂はガスだったけど、うちのじいちゃんが、ご飯は薪で炊け、ということで、ご飯はいつもかまどで炊いていたんです。俺が幼稚園から帰ってきて夕方になると、母さんが、まるまるちゃん、薪をお願いね。と言って、カゴを渡してくる。俺は、カゴを受け取って、母屋から50メートルくらい離れた薪小屋に走って、その日のお気に入りを10本くらい選んでカゴに入れる。そしてまた、母屋まで走って、母さんに、はいって渡す。母さんが、薪をかまどに入れて、新聞に火をつけて、薪がプスプス燃えてくると、ご飯が炊き上がるまでの間、俺をおんぶして歌を歌いながら、ゆっくり家を一周してくれた。俺はそのおんぶが楽しみで、母さんの背中が心地よくて大好きでした。夕飯になると家族が全員揃う。俺はそこで、今日もね、僕が薪を選んで運んだんだよって自慢げに話す。じいちゃんもばあちゃんも父さんも、偉いね、だからこんなにご飯が美味しいんだねって褒めてくれて、それが嬉しかった。6歳の時、幼稚園から小学生になっても、薪を運ぶのは俺の役目で、夕方になると母さんにカゴを渡されて、薪小屋まで走る。その日もいつものように、カゴを渡されて薪小屋まで走った。薪小屋は、四畳くらいの四角い小さな部屋で、戸を開けると、左右の正面に薪がずらっと積んである。だから実際の広さは一畳くらいしかない。その日も当たり前のように戸を開けた。俺から見て真正面。狭い小屋の中で、近所のお兄さんが首を吊って
死んでいた。狭いから距離なんかほとんどなくて、本当に目の前でぶら下がっていた。青いパジャマ姿で、目を見開いて、ちょうど物心がついた時期に、人の死をこんな形で見てしまった俺は、反狂乱になったんでしょう。俺の叫び声に、何事かと家族全員が駆けつけてきて、そのお兄さんの遺体を発見して大騒ぎになって、その後は警察やら近所の人やらが来て、田舎での首吊りなもんで、地域では大変な騒ぎになった。そして俺はというと、少しおかしくなってしまっていて、ほとんど口を開かなくなり、夜中に突然大声で泣き出したりと、手に負えない子供になってしまった。そんな孫を不憫に思ったじいちゃんが、俺を母方のばあちゃんの家に一年間預けた。学校は休学。この辺の記憶は全くないんです。母から聞いた話です。その間に薪小屋とかまどを潰した。そして一年後、実家に戻ってきた俺は、九段の事件をすっぱり忘れていた。実際は忘れていたんじゃなくて、極度のストレスとトラウマによって、心が破壊されるのを防ぐため、自分で記憶を封印してしまったんですね。でも、すべてを封印することはできなくて、薪を見ると、わけもわからず、凄まじい嫌悪感を抱くようになったと。これが、ことの顛末です。ここからは、余談です。人間の脳って、すごいなと思いました。フラッシュバックっていうのか、思い出した瞬間、鮮やかな映像と記憶が蘇った。お兄さんが着ていた服、小屋の様子、当時の家族の顔、風景、まるで昨日のことのように。鮮やかな記憶のまま封印したから、出した時も鮮やかだったんだろうか。とまあ、今は落ち着いて書けますけど、思い出した時は軽いパニック状態になりましたよ。涙がボロボロ出た。思い出してよかったっていう気持ち、思い出さなきゃよかったという気持ち、お兄さんの死を悲しむ気持ち、お兄さんを憎む気持ち、郷愁と懐かしさ、後悔、恐怖、いろんな感情が溢れ出してきて、一時間以上も大声で泣いてしまった。六歳の時の俺と今の俺の感情がリンクしてしまったのかな、なんて。それで昨日のことなんですけど、母にね、全部話しました。一応前置きとして、ショックだったけど耐えられたこと、気を使ってくれて感謝していること。あと、おんぶしてもらった幼少時代、本当に幸せだったこと、などなど。母は静かにおえつを漏らしていました。あれはね、誰も悪くないのよ、と。母が言うには、お兄さんが自ら命を絶って、俺がおかしくなってしまって、それを知ったお兄さんの両親が、毎日うちに土下座して
謝りに来たらしいです。俺がおばあちゃんの家に引き取られてからも、それはしばらく続いたらしくて。だから思い出しても、あの人たちを恨んじゃダメよ、と母は言いました。それからいろいろ話したんですけど、割愛します。昨日10年ぶりに母の肩を揉みましたよ。以上です。例の話じゃなくてすいません。オカルトというよりは、心理学や精神世界の話かもしれないんですけど、25年間も記憶が飛んでいたっていうのが、自分としてはオカルトかな、なんて。皆様、今日も聞いていただいて本当にありがとうございました。今日は47都道府県シリーズから栃木県でございます。皆さん、お待たせいたしました。栃木県でございます。栃木県って言うとね、行ったことないんですよ。まあ、私のことをね、話してしまうと、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、いろんな事情がありましてね、旅行とかね、ほとんど行ったことがないんですよ。まあ、会社の出張とかね、学校からの旅行以外は本当に家族旅行は数回くらいしか小学校の時にね、行ったことしかなくて、で、まあ、愛知県の中で、引きこもってるような感じなんですけど、まあ、そんな感じでね、出張っていつも一緒のとこじゃないですか、大体ね。大体決まったね、の、支店もしくは得意先様があったって似たようなとこですから、それも旅行で行くわけじゃないですからね。そう考えると、だから私ね、旅行というか、いろんなとこを見てみたいっていう憧れはあるんですよね。そんな中で、栃木というと、栃木やっぱり、ナスで始まるとこ多いよね。ナスで始まるってちょっと変な言い方だけど、私が知ってるだけでもナス高原。ナス、ハイランドパークだっけ?ナス動物園。動物園、動物王国か、あれは。動物王国。あと牧場とかね、いろいろありますよね。そう、ナス高原、高原系って言っていいのかな?ちょっと私は本当に行ったことはないからあれなんですけど、ね、その中でやっぱり一番行ってみたいのはナス動物園かな?やっぱりね。うん。動物園ね。まあ動物園でしょう。私と言ったら動物園でしょう。触れ合えるのかなとかね。なんか、カピバラいなかった?テレビで見たような気がするんだけど、もし違ったらね、すいません。ちょっと行ってみたいなと思ってるとこですね。あとはね、これ、日光東照宮。これは確か家康公が祀られているんですよね。東照宮ね、行ってみたいな。これ確か見ざる言わざる聞かざるの彫刻があるんじゃなかったっけ?有名な、ね、男軸にも出てくる、いましたよね。誰だっけ、あの人。名前が思い出せない。確か敵の仲間だった見ざる言わざる聞かざるを従えた大殿だっけ?違ったらすいません。あと、鬼怒川ね。確か船に乗ってライン下りっていうのあれ。できますよね。ちょっと怖そうだけど乗ってみたいな。ライン下りね。あと有名ないろは坂とか、滝だとやっぱり華厳の滝だよね。今回も読ませていただきましたけど、華厳の滝。これ確か、日本の滝何千とか、三名瀑とか、そんなとこじゃなかったっけ?ねえ。それでおしらじの滝がすごいなんか青い。澄んだ水で綺麗っていうのをね、聞いたことがあって、行ってみたいね、これね。有名な滝が多いですよね、滝。見たいね、滝ね。滝って雄大じゃない?あんまり滝を、見たことはね、ある。三重県に行った時に、三重県には行ったことがあって、行った時に見た。三重県、見た。この程度の知識でその観光を語ってるからね。うん、そのね、観光地の滝だったんだけど、三重の、すごいなっていうのはやっぱり圧倒されるんですよ。うまく言えない、もうこんな語彙力がない私ですけど、きっと
あそこにはマイナスイオンが溢れていたんだろうなと思って、マイナスイオンも吸収しに行きたいなって思っています。ただこの栃木ね、有名なところがたくさんある。宇都宮とかもいろいろありますよね。あとなんか、薬除け大使神社大使か。神社じゃないか、あれは。薬除け大使が確かあって、薬除けしたいなとかね。と、アジサイが綺麗な神社がなかったっけ？すごいアジサイが綺麗な、神秘的な神社があったと思うんですよ。まあ、アジサイの時期に行かなきゃいけないのかもしれないんですけど、アジサイがすごい、まあ、そこにたくさんね、育てられているというか、何神社だったかな、すいません、ちょっと名前が出てこないんですけど、アジサイの神社と、まあ、ちょっと観光地というか、その自然の観光地と少し違うかもしれませんけど、大谷資料館という採石場かなんかがもう資料館になってる地下の空間があるというのをね、紹介かなんかので見たことがあって、ここ見たい。地下すごい雄大らしいですよね、空間として。大谷資料館でいいのかな、見たいね、ここは。なんか神殿みたいっていうね、よく関東にもありますよ。関東、全く違うんですけど、災害の時とか水を流すね、水を逃がすところ、仮面ライダーファイズとかで撮影で使われているあそこ、地下神殿みたいなね、あそこにも行ってみたいんですけど、あれとはまた違うんだけど、地下の空間という感じがね、いいなと思って、ね、行きたいとこばっか話、私基本的に47都道府県シリーズのこの時間は、自分が行きたいとこばっか話してますからね。すいません。で、そんな中でも、ちょっと毛色が違うとこありますよね。あんまりこの中ではいつも行きたいとこに心霊スポットをあげることはないんですけど、まあ、行きたいというのはちょっと違うんだけど、これ、足尾銅山。足尾銅山って、心霊スポットですよね。心霊スポットとしての足尾銅山と、その歴史的なね、その、歴史的な資料という意味のある足尾銅山というのもあると思うんですけど、なんかね、私、観光スポットにもなってて、なんか人形が、その作業をされてる方の人形とかそういうのがあって、まあ、どういう作業をされていたかとか、そういうことがわかるというような観光スポットとしての足尾銅山、そちらにはねちょっと行ってみたいなと。ただ心霊スポットとしての足尾銅山には、ちょっと行きたくないかなっていうね。でも同じ場所だよね。同じ場所だもんね。まあ、今回はね、ちょっと足尾銅山の怖い話は、そこまでね、掲載が、まあ、ないっていうかね、ないんですけど、そう、足尾銅山ね、有名ですよね。銅山っていうと、本当にあった怖い話でね、ありましたよね。石原さとみさんが、やってらっしゃったね。そこがあったんで、ちょっとあんな感じなのかなとか思いながら、まあ、あれは、あれはね、そんな、広大な感じの、状況じゃなかったですけど、ね、そんなのをね、考えながら、栃木って観光、その歴史的な観光地も多いし、ね、その、魅力的な場所だよなとか思いながらね、今回も、読んでおりました。栃木の皆さん、また、いや、栃木行ったことある方もね、栃木に住んでる方も、またね、旅行などでね、まあ、あと知識とか持ってらっしゃる方、また栃木はこんなところがあるよとかね、ここはおすすめだよとかね、これが美味しいよとかあったらまたね、ぜひ教えてください。そんな栃木の怖い話を今日はお届けさせていただきました。皆さん、いいなと思っていただいたら、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知をぜひよろしくお願いいたします。また次の動画ライブでお会いいたしましょう。ルルナルでございました。今日もありがとうございました。See you でございます。またね。
栃木いいな。